お願いします。岡山の東中央町でやってるエステと美容院やってるソイズコスメティクスです。20年やってます。で、こちらが美容師の、はい、佐々木です。よろしくお願いします。お願いします。で、脱毛とネイルとまつげパーマ担当の田淵です。よろしくお願いします。かなりやられてる感じなんですよね。どうしようにもならなくて、で、ブリーチしすぎて結構髪の毛抜けるんですよ。そのなかなかその納得の髪型が見つからなかったりとか、やっぱこういう髪なんで、だから僕もどうしたらいいのか分からなくて、ちょっとそこを手助けしてほしいなということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。結構すごいですよね。すごいです。チリチリというか、もうほんと切れてるんですよ、この。あー、すいません、笑ってあれ。いや、もう全然もう、はい、どうやったらこんなになるのかなという感じですよね。やっぱブリーチしすぎたら、やっぱこういう感じ。いやいや、こうなりますね。多分こういろんな前処理とか後処理とかすると、ここまでひどくはならないと思います、ね。なるほど、なるほど。曲とかで売ってるようなブリーチと、はい、その美容院とかで使ってるブリーチっていうのは、やっぱその成分っていうか、まあ、いや全く違うっていうことはないですよ。やっぱし、あの、もう似たようなものだと思いますけど、あの、まあ、やり方ですよね。あ、なるほど。どっちか言ったら、とにかく行きましょう。一遍ちょっとこう切ってあげた方が、多分この辺もう本当になんかふわふわっとこうなんか綿みたいなことになってるんで。ではズボンを、あ、膝下だけやるんでズボン上げてもらってもいいんですけど、はい、うん、上げてもらってもいいし、あ、上げそうですね。あ、全然。あ、じゃあそのまんまもうベッドに上がってください。靴脱いで、はいはい、あのこちらでズボン上げていきます、はい、で、寝転んでいただいて、はい、とりあえずじゃあ足からいきます。え、こういうエステ初めてですか？初めてですね。初体験。じゃあドキドキしてますね今。痛いのかな、痛くないのかなって思って、だったらワックスと機械との組み合わせをおすすめはしてるんですけど、ただワックスはちょっと痛みがあるので、1回で3週間に1回で3セット3回ぐらいしていただくと、3週間に1回、3週間に1回、3週間に1回で、はい、で3回ぐらいしていただくと、これぐらいの毛だったらもうかなり薄くなってきます。あ、本当ですか。はい、ですけど今日はせっかくなので、あの、両方体験していただきたいので。あ、わかりました。この1ラインだけワックスでやってみますね、はいはい、ワックスでやると一瞬で毛はなくなります。ワックスの温度は36度から38度ぐらいです。いきますね、はい、あったかいですね、はい、あ、でも痛くないですね今のところは。痛くないですね。いきますね。こんな感じです。で、あの、こういうふうに全部きれいに毛根から抜けてます。あ、でも全然いけますね、うん。で、これ足見てください。お、こんな感じで。なので、あの、1回でこういう風にツルツルになるので、普通に、あの、脱毛、機械の脱毛をすると1回剃ってから当てるから、剃ってから当てるとまたチクチクしたのが生えてくるんですよね、はいはいはい、でもこれは毛根からしっかり抜いてるので、毛根から抜くことによって次に生えてくる毛も細くなってくるし、チクチクした毛じゃなくて細い毛が生えてきます。で、機械は痛くないです、全く。機械自体がすごく、あの、まあ、珍しい機械というか、岡山でも入ってるところが本当に数店舗しかなくて、選ばれたところしか入れれない機械になっておりますけど、ここのメーカーさんがもう選んだサロンにしか入れないという。で、あの、機械の脱毛は
若い彼女が田口さんがやってくれます。はい、琴ちゃんお願いします。はい、シェーバーからやっていきます。はい、先にシェーバーで剃っていきます。なのでこれはお客様に剃ってきていただいてもいいですし、剃るのがめんどくさい方とか、あの剃り方がわからない方はそのまんまこの状態で来ていただいて大丈夫です。でもこういう撮影って初めてですか？なんか撮影初めてです。密着じゃないですけど、うん、めちゃくちゃドキドキしてます。ね、うちのお店だったら中学生とか、まあ、小学生の子も来てます。もうあれですね、基本的に予約。そうですね、予約優先制になりますので、うん、まあ、当日予約でも時間が空いてれば、はい、行けれます。ちなみに予約なしでもし空いてたら行けることって？はい、あります。飛び込んできていただければ。レーザー脱毛とかもよく言われてはいるんですけど、なんかすごいスーッとしますね。これが何ですか？ちょっとなんかスーッとするような感じですけど、全然あの痛みもなく、こんな感じですかね。はい、こんな感じです。足はどうですか？足こんな感じで。あ、全然違いますね。で、さっきこっちはワックスしてるからツルツルなんですけど、はい、こっちはやっぱり剃って当てるとチクチクになるんですよ。あ、ちょっと若干見えますね。うん、で、このチクチクした毛がだんだん生えてこなくなります。あ、その続けていくと剃っていきたいと思います。なかなかやっぱり取れにくい感じですもんね。うんうん、で、あとは眉毛のここの産毛を少し、はい、あの眉毛もすごく綺麗な形なので、特にあのこれ以上細くするとか、もっとなんていうのかな、ぶわーって太かったらちょっと整えるんですけど、あの太さはもうこのままでいいと思うんですけど、ここの産毛とこのつながってるここを取りたいと思います。はい、最近でもあの若い高校生とかはやっぱ男の子が多いですね。あ、こちらに。はい、どういったかんあれで来るんですか？なんか紹介みたいな。紹介です。あ、紹介。もううちはあの紹介のお客様ばっかりなんですよ。で、あの紹介の常連のお客様の紹介で、紹介から紹介、紹介から紹介っていう感じです。あ、なるほど。足のワックスとはちょっと違うお顔用のワックスでいきますね。はい、取りますね。はい、こんな感じです。で、取るとこういう風に抜けます。こうで、こうやったら見えるのか。あ、でも毛根から全部きれいに。そんなに痛くないですね。うん、お疲れ様。あー、すごい。これ見えます？これすごいですよ、毛が。この産毛たち、あの桃の表面みたいな。そう、桃の本当に皮の。まあでも白い毛ってことですよね。そうですね。そしてこの角栓も取れてますね。あとはここの顎をこうシュッとしていきます。これが顔のむくみを取っていくのになるんですけど、これ、今からちょっと電気が流れます。はい、ビリビリ来てますか？あ、ちょっとだけ。ちょっとだけ、はい、これぐらいいけますか？あ、いけます。はい、これで顔の、おなんかすごいですね。顔の筋肉をほぐしていって、あとリンパの流れを良くしていくということをします。お、体にも筋肉が全てあって、顔にも筋肉ってあるんですよね。で、表情筋って最近皆さんあのマスクしてるから動かさなくなってきてるんですよ。ほうほうほう。で、昔の人ほど硬いものを食べないから動かさないんですよね。そうするとどんどん老廃物も溜まってきやすくなるんで、むくみやすかったりとか。で、お酒を飲むと血流が悪くなります。その血流を良くしていく機会になります。ビリビリ来てますよね。あ、結構来ますね。これで顔をこうやって、わかります？なんかちょっと違うようなね。顔のここの幅がこっちの方がシュッとしてるんですよ。これもやっぱり電流の効果で筋肉が。そうですね、筋肉をほぐしていってるっていうのと、老廃物を流してるっていう。なるほど。あ、でもなんかすごい軽いですね。顔ね、ほぐれる。あ、でもなんか全然違いますね。違いますよね。男前になりましたね。はい、ちょっと髪はえらいこちゃなってますけど。あ、そうですね、だいぶ、うん、男前になってます。で、ここのラインがすっきりしてます。あ、そうですね、だいぶ。はい、はい、じゃあ、はい、続いての。はい、続いては美容院の方で、こちらの椅子どうぞ。だいぶね、うん、逆にこの髪の毛余計引き立ってしまうという、うんうん、
時間が経てば経つほどそのなんかその感じがまた分かりますね。さすが。もう別に下ろしといてもいいし、あげてもいい。あ、はい。顔もすっきりで、ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、こちらこそ。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、今日ありがとうございました。ありがとうございました。エステの方はあのメニューとか機械をどれを使うかとかによって全然金額が変わってくるんですけど、まあ、初回はカウンセリングエステという感じで3500円から小顔にしたくて顎下のお肉を取りたいでリンパを流すだけだったら3500円もお持ちいただければはい大丈夫です。一番安いのは3500円からっていう形になっていて、だいたい今5000円ぐらいで初回はさせていただくようになります。まあ、今日の感じだったら1万1000円ですね。もうカラーのカットです。はい、カットだけだったらカットは4400円でやらせていただいてます。初めてのこういう YouTube 撮影ということで私たち緊張してましたけど、はい、スピチューブを見たと言ってあのご予約をいただければあの全メニューあの特別 20% オフをさせていただこうと思いますので。おー、はい、ってことはリンパも20%、はい、20% オフになります。ありがとうございます、はい、わざわざじゃあ、まあお試しでね、ぜひ皆さん来てみてください。もう本当にあの何もわからんくてもね、プランを立ててくれるとってもいいお店なんで、もう全然もうめちゃくちゃな髪の毛でも本当に僕みたいにね、でもだいぶね変わるというか、もう本当にビフォーアフターのネタになるぐらいな感じになるので、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうも。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。